いいので、はい。16時30分になりましたので、堀江選手の、公開練習を始めたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい。お願いします。じゃ。じゃ。じゃ。それ。それ。それ。選手よろしいでしょうか。はい、はい、それでは、質疑応答に移らさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずオフィシャルから質問です。現在のコンディションはいかがでしょうか。そうですね、体調不良も怪我もなくいい感じです。はい、ありがとうございます。ちょっとあの右目の赤いのが気になるんですが、それは全然問題ないですね。そうですね、昨日来たらこんな感じで問題ないです、はい、ありがとうございます。今回、メインイベントということなんですけれども、そういったプレッシャーだったり逆にワクワク感というのはありますか。やっぱそうですね、ちょっと九州でいろんな自分の仲間たちが見に来てくれるということで、こうモチベーションが上がったりとか、やっぱそう感じるプレッシャーとかまでないです。プレッシャーあるんですかね、まあ、感じたりはするんですけど、そうですね、あんまりこう気にせず行きたいなと思ってます。はい、ありがとうございます。あと地元が近い、ところでの開催ということなんですが、こう普段いつも試合見られない友達だったり知り合いっていうのが結構いらっしゃる感じですか。そうですね、はい、来ます。どのぐらいいらっしゃるんですか。でもそうですね、自分やっぱこうチケットの手配が結構大変でだったので、なんでもう自分の知り合いか友達かみたいな、こう近い人のやつしか取ってないんで、それだけでもまあその100人以上だったりするんで、まだ別で自分が知ってる人とか友達とかもこう買ってきてくれる人とかもいると思うんで、まあ、そんな感じです。なるほど、ありがとうございます。それでは今回試合のテーマなどありましたら教えていただけますか。そうですね、結構いつもそうなんですけど、もう自分の力を出す、自分を出すっていうところですね。はい、分かりました、ありがとうございます。オフィシャルからは以上になります。その他ご質問ある方いらっしゃいましたら挙手にてお願いします。はい、ではマイクを渡します。オリコンニュース井原氏です。よろしくお願いいたします。対戦相手のグスタボ選手といえば、やっぱりこう回転の速い打撃っていうのが、強烈な武器なんですけど、その辺の対策っていうのはどのように取り組まれていらっしゃいますか。
はい、もうしっかり対策してきてて、その対策部分はちょっとここでは言わないようにします。はい、そこの対策はかなり自信を持って、もう結構イメージもできてるかなって感じですね。なるほど、はい。まあ、堀井選手はクラス指導でジャパントップチームの方にも毎週行かれてるかと思うんですけども、そこにグスタボと対戦経験のある朝倉未来選手もいらっしゃいますけども、このグスタボ戦に向けて未来さんとなんかお話とかはされたりしましたか？はしてないですね。特に、はい。先ほど、まあ、地元の、長崎に近いということだったんですけれども、やっぱりここはこう勝ってこうさらにこうなんですかね、自分この九州大会の九州のライジンの大会をもっと定期的にやってほしいとか、そういう思いっていうのはあったりしますか？今のところまだちょっとそこまで考えられないです。はい、分かりました。以上でありがとうございます。ありがとうございます。その他ご質問ある方いらっしゃいますか？はい、ではお待ちください。東京スポーツの岡田と申します。すみません、よろしくお願いします。堀江選手といえば、お酒を飲まれるイメージなんですけど、今は禁酒とかあって？今禁酒してます。いつ頃から禁酒ってされてますか？先週3週間前の土曜日があったじゃないですか、試合の。その次の日の日曜日まで飲んで、その次の月曜日から禁酒してます。まあ、旧ツイッターの方でお兄様とその禁酒のやり取りというか、月曜日から木曜日は禁酒してっていうやり取り拝見したんですけど、それはもうずっと前から継続されてるんですかね？そうですね、中田選手と戦ってちょっとしたぐらいからそのルール決めてやってます。はい、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。その他ご質問ある方、はい、では日刊スポーツの千葉と申します。よろしくお願いします。お酒を抜くと具体的に体の動きとかってやっぱ違いますか？正直あんまり分かんないです、うん、なんですけど、やっぱこう今日さっき感じたんですけど、うん、やっぱこう朝起きるようになりますね。規則正しくなって、あとその飲むよりか多分そのしっかり体も休めれるんで、リカバリーっていうのをして練習に励むとかっていうことが起きてくるんじゃないかなって思いますね。正直あんま分かんないところあるんですけど、はい、そんな感じです。でもそれで成績、いい成績が出てきてからそのルーティンというか、そうですね、前回は2週間前でやめたんですけど、今回3週間前で、でなんかちょっとそこによっていい感じがしたら、うん、ここは残そうと思いますし、はい、なるほどです。今回、まあ九州での大会ということですけど、堀選手普段からその九州愛みたいなのってこっちに出てきてても、そういうのって強い方ですか？強い方だと思います。はい、なんか居酒屋とかも九州の居酒屋行ったりとか？そうですね、なんか自分がよく行く居酒屋の人が九州の人だったりしますね、うん、はい。じゃあ本当にそういうところで自分の戦いを見せられるっていうのはすごく嬉しいですね。はい、ただもうそこでこう自分が自分じゃなくなるのが良くないんで、うん、なんでもう本当自分のためにやって、その結果いいパフォーマンスをできればみんな自分の勝利を喜んでくれると思うんで、なんで自分のためにやろうと思います。はい、ライジンってやっぱりこう MMA ではその、まあ、いろんな意見はあると思うんですけど、規模としては日本でトップの団体だと思うんですけど、そこ のメインを張るっていうことについてのこう気持ちは？そうですね、嬉しいです、うん、はい。それが逆にこう自分に足かせになったりとかはしないですか？そうならないように、もう本当自分が試合の時にかっこ悪い動きをしようと、もうどんな形になろうと最終的にはもう勝ちたいなっていう、なんでもう自分のためにやろうと思います。はい、わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。その他ご質問はある方いらっしゃいますか？はい、ではします。はい、イバイトの遠藤です、お願いします。今回特にグスタボ戦についてなんか何かを強化してきたとか、そういう自信になるもの練習はありますか？基本的にグスタボ戦が決まったからといって強化した部分はないですね。はい、ライト級に上げて、例えば、まあ、よく増量とか、 なんかそういうのされみんなはしたりとかしますけれども、そういうのも特にフィジカルとかでも、そういうのもライトに上げてから特にしてないですね。
まあ、そういった中で自分が明らかにグスタボ選手より上回ってるとか、なんかそういうものはどういうところにあると思いますか。本当やってみないと分かんないなって思いますね。ただその自分がこう崩せるとしたらここかなここかなっていうのがいくつかあってですね、ちょっとやってみないと分かんないところあると思います。ただ自分がうまくいかないときでもこうしようっていうことは決めてますしですね。なるほど、はい。結構あの奔放な発言で注目されてますけれども、今回なんか勝ったらなんかマイクで何か言おうとか、なんかそんなことは考えたりとかしてますか。いや特に考えてないです。特に考えてない。ちょっと先ほど SNS を見たら、ちょっとあのすごく正直な温泉についての感想などが述べられていたんですけれども、なんかああいうのとかで、なんだ、なんかどういう人がファンになってほしいとか、そういうのは思いますか。自分的に自分のこと好きな人がこう勝手にファンになってくれたら嬉しいな感じですね。もうファンによって自分は変わらないんで、もう自分は自分の好きにあるんで、それでも好きになってくれる人がいてくれればいいなっていう、ありのままでっていう、はい、やっぱりそういうふうになんかそのすごい素直にいろいろさらけ出してますけど、そういうことがやっぱり試合とかでも強さとかになったりするんですか。すると思ってるぞ。そうなんですよね。そこをめちゃくちゃ信じてるんで、だからこそちょっともうなんかできるだけこう嘘を少なくして生きていきたいなと思ってます。それはあれですか、意識してやられてるんですか。なんかその修行みたいな含めてみたいな。意識してやってます。なるほどです。武道的なそういう考えのことだったんですね。その精神面がこう格闘技の試合につながるっていうふうに自分信じてるんで、そこは意識してます。わかりました。ありがとうございます。はい、ゴン格闘技の松山です。お願いします。ライト級に上げて、今自体は通常体重はどのくらいで得られてますか。通常体重ですか、はい、今じゃなくて、今はもう減量して結構落ちてきてて、はい、今日朝測って 77.1 ですね。あ、なるほど、はい、じゃあもう全然大丈夫そうな、減量自体問題ないです。はい、わかりました。あのカーラーリー戦で の, そのライト級に落とし上げて、実際の動き自体の手応えはいかがでしたか。まあ、そうですね、なんかこういつも通りに近い動きでできたんじゃないかなって思いました。はい、それはフェザーの時よりも力が出せた。はい、なるほど。今回あのグスタボ選手、非常にこう手足が長くて、まあ、実際の当日はすごく大きな体になってくると思います。その打撃に対してまあ、ワンツー回転の速いところからはい、キックまでつなげくる、その相手に対してのこう想定した練習とか、あるいはこうスパーリングパートナーとかもやったりもしてるんでしょうか。はい、やってます。そうですか。もし可能な範囲でこう階級上の選手とか、あるいはそうですね、渡辺雄太選手を主にお願いしてやってます。はい、なるほど。はい、その中ではこう想定はだいたいイメージはできてる感じですか。できてますね。はい、なるほど、わかりました。JTT の場合はそのいた時にそのビリーとかエリーとかとも交流はあった感じですか。エリーさんとはそうですね、交流あるんですけど、うん、もう一人の方とは挨拶交わしたりぐらいで、はいはい、特に話したりはしてないです。ということはエリーにちょっとミットもやったりもして。いや、ミットは持ってもらってないんですけど、こう自分にこうしたらいいよっていうアドバイスをくれたりします。なるほど。はい、崩せるとしたらこういう感じというイメージはできているということですが、こう勝負を決めるポイントとなりそうなものは何だというふうに考えてますか。その技術的なところは言えないんですけど、はい、もう自分を出すですね。もう自分を出す、もうあとはもう自分の強さをさらけ出すところですね。そこを本当のことでやろうと思います。はい、はい、分かりました。ありがとうございます。ありがとうございます。その他ご質問、はい、お待ちください。たびたびすみません。堀江選手は SNS でこう予想、試合予想みたいなのは、まあ、個人的には好きじゃないし自分はやらないというふうにおっしゃってましたけども、ただやっぱり今回の試合注目度高いんで、いろんな方が予想されてますけれども、それはご覧になったりしていますか。もう基本的に見てないです。基本的に見ないんですけど、一回自分がこうツイートした時は、うん、自分エゴサーチで自分のこと見ようとしたらなんかこうバッて出てきたんで、うん、こつくなって思っただけで、別にこうやる人いっぱいいるんでそれは勝手だと思うんで、うん、ただ自分はあんまりこうしたくないってだけで、うん、はい、でもする人はまあすればいいという、はい、そういうスタンスです。はい、わかりました。ありがとうございます。
でちょっとあの少し試合とはずれるんですけども、今日がたまたま、まあ、バレンタインデーということなんで、あの、はい、ジムにはこうあれですか、堀江選手宛てのチョコとかいっぱい届いてるんですか。いやでももう今日素晴らしいファンの方から、うん、あのチョコはやっぱ食えないっていうことがわかるんで、うんうんうん、はい、だからその他のこう今適したプレゼントが送られてきました、うん、あ、え、はい、具体的に どんなあのスタバ券とあとこうあれですね、アマゾンカードっていうんですか、ね、あ、はい、ギフトカード、もう自分が好きなやつに使えるってことですね、うんうんうん、はい、ありがたいなと思います。そうですね、やっぱりファン、はい、ファンの方もやっぱチョコだから控えてるっていうファンの方もいらっしゃると思うんですけど、いや、あんまりいつも自分少ないですよ。いつもあんまりこう多くは送ってこられないんで、うん、送ってくれるめちゃくちゃ自分のことを応援してくれるファンの方が数少なくいて、その人たちがいつも自分にプレゼントくれてるって感じです、うん、ここでいい試合してこうもっとファンの人増えてほしいなとか、女の今の自分をこう愛してくれる人はもう多くなってほしいですね。、はい、女性ファン増えると、いやもう女性ファンにめっちゃくれてほしいです。あの期待してます。ありがとうございます。その他ご質問よろしいでしょうか。はい、ではお待ちください。ごめんなさい、聞き忘れちゃいまして、やっぱグスタボ選手って言ったらやっぱり打撃で、堀江選手もね、その右がすごいあれがあるんですけれども、やっぱりその激闘がちょっと勝手に予想されるんですけれども、ご自分としてはやっぱりフィニッシュ狙ったりとかそういうのはされていますか、はい、意識されてますか。はい、はい、フィニッシュも狙ってます。それはもうパンチだったり、言えない。まあ、言わないでおきます。グラウンドかもしれない。当日ちょっとさらけ出そうと思います。さらに当日全てを。わかりました、はい。ありがとうございます。他ご質問よろしいでしょうか。ごめんなさい、失礼しました。それでは、公式インスタグラムからご質問お願いします。はい、ですね、堀江選手かなり体が特徴的というかすごく綺麗な体をされているかなと思うんですけど、普段よくやるウェイトトレーニングみたいなのがあったりされるんですか。USC っぽいです。あの普段よくやるトレーニングはそうですね、あんまりこうでかくしないように今の自分のこう筋量を生かしてなんか爆発力だったりとかなんかこういい動きをするっていうトレーニングをあのパーソナルトレーナーの方から見てもらってやってます。ありがとうございます。でそんなトレーニングされている体のどの部分が一番自信がありますか。まあ、考えたことなかったですね。でもこう足のバネとかはあるんですかね。なんでその辺ですかね。ありがとうございます。今回ですね、遠方から来られるファンも多いかなと思うんですが、佐賀だったり長崎で食べた方がいいおすすめのものとかあったりされますか。さっきもちょっと自分の人たち話してたんですけど、やっぱイカがうまいみたいですね。佐賀のイカが、まあ、飯は多分全体的にうまいんで、なんかうまそうなやつ食ったらいいと思います。ありがとうございます。佐世保に行くならちょっと話あの いろいろおすすめがあるんですけどね。はい、ですね。佐世保の方。はい、佐世保の方。あ、佐世保だったらマジで佐世保バーガーもうまいですし、あの時代屋っていうところのレモンステーキもうまいですし、本陣のハンバーグもうまいですし、居酒屋とかってなるとまた話が長くなるんですけど、そんな感じです。はい、ありがとうございます。その他ご質問よろしいでしょうか。それでは、質疑応答終了したいと思います。ありがとうございます。お願いします。それでは、白川陸斗選手の答え公開練習を始めたいと思います。よろしくお願いします。いただきます。白川選手、今それはどういった意図で公開練習されているんでしょうか。まあ、しっかりあの、まあ、体重もあの順調ということなんで、まあ、今食トレということで、まあ、しっかり体重を上げていくっていうのと、あとしっかり顎の筋肉の咀嚼回数もいつもよりも多めにして探してもらってます。ありがとうございます。今現在の体重っていうのは何キロぐらいですか。
72キロはい、ありがとうございます。じゃあ減量というか体重作りは順調ということですかね。そうですはい、はい、ありがとうございます。お味の方はいかがですか。美味しいです。なるほど。あの今回佐賀大会に急遽参戦となりましたが、はい、佐賀大会に向けてのこう意気込みというのをぜひ教えていただけますか。まあ、佐賀ってあの、まあ、イカが有名っていうことなんで、まあ、イカした試合をしたいぜっていうのはずっと言ってましたね、はい、イカした試合をイカした試合をしようするっていうのは、はい、言ってましたね。なるほど、はい、ありがとうございます。その今手前にあるもの全部食べられるんですか、それとも一旦そのイカじゃないけど一旦ちょっと、はい、あそろそろね、はい、うん、あれします。僕らコーチありがとうございます、はいはい、それでは、引き続き白川選手にご質問したいと思います。今体重の話はあの、はい、小倉コーチからありましたが、はい、コンディション的にはいかがですか。コンディションはもうめちゃめちゃいいです。めちゃめちゃいいですし、あの減量がない分やっぱりしっかり食べてでしっかり練習もできてるんで、まあこれはこれでいい経験できてるなって。ありがとうございます。今回その急遽参戦ということになったんですが、こう試合に対する不安とか逆にあのいつでも準備できてましたとかそういうのってありますか。まあいつ試合で声かかってもいいようには準備はしてましたけど、まあ、いかんせん3週間はまあちょっと短いすぎますね。でもあれですね、なんか逆にこう短すぎて今週試合って感じが全然しなくて、はい、なんか変な感じですね。それはなんか逆にいい方向になってるのか、それともちょっと不安要素になってるかありますか。まあなんかこういう時ってなんかいい動きできたりすると、まあいい方向なんじゃないですか。なるほど、ありがとうございます。それでは今回の試合にテーマなどありましたら教えてください。テーマですか。そうですね、下克上ですかね。下克上、はい、なるほど。それは八千選手をこう仕留めて、うん、そうですね、まあ、本当にあのめっちゃ上からもの言ってきてるんで、もうほんまにあの派手に KO で散らしたいなと思います。なるほど、ありがとうございます。オフィシャルからは一旦以上にしたいと思います。それでは、マスコミの方ご質問ある方いらっしゃいましたら挙手にてお願いします。質問ありますか。はい、ではマイクお待ちします。はい、オリコンニュースの五十嵐と申します。よろしくお願いいたします。ジムジャパントップチームはですね、大晦日の試合で、甲斐選手、蛭谷選手と、モラレス選手と3連勝だったんですけども、あのジムのこうムードっていうのはいかがですか。まあ、あの非常にこうなんていうんですかね、やっぱこう新しい方向に変えて結果が出てるんで、甲斐君なり蛭谷君が出してくれてるんで、まあ、それに信じて僕らはもう何ですかね、その道を突き進んでいくだけなので、うん、まあ、結構今チームとしては一致団結感は、はい、うん、あると思います。いい流れがあると、うん、そうですね、まあ、はい、はい、このやっぱりジムで言いますと、こう八千選手と対戦したことがあるのが、まあ朝倉未来選手、もう結構前、5年ぐらい前ではあるんですけれども、この試合に向けてその対戦した未来選手から何かアドバイスとか、こう一緒に練習したりとかっていう機会はあったんでしょうか。はありましたね、あの本当ちょうどさっきも一緒に練習やってしてて、うん、やっぱ八千君と戦ってますし練習もしてるので。あ、練習、はい、まあ結構前ですけどね、2年とか前ですけど、うんうん、やっぱその時の材料だったりとか、うん、はい、まあ、そういうの結構いいアドバイスというか、うん、だいぶイメージできましたね、うん、はい、先ほどちょっとまあ下克上でまあ上からというようなことをおっしゃってましたけど、はい、あのライジンコンフェッションはご覧になりましたか。はい、はい、どうですか。結構かなりあのバチバチあの出してる感じもありますけど、ほんまね、もうめっちゃ言いたいんですよ。あの人普通にあの白川にデメリットがないって言ったでしょ、うん、デメリットもないからそれは受けるよな、こっちはデメリット、向こうが前線したようもんなら向こうのこっちの評価下がるし、負けたらもう終わりだしみたいな、こっちはデメリットも一つもねえんだよみたいな言ってたじゃないですか。お
前にはデメリットないって、お前は言うなって話なんですよ。それを俺が言うなって分かるんですよ。八千選手はデメリット、メリットがなくデメリットしかない中、うん、ね、まあ俺との対戦を選んでくれてみたいな、俺が言うなって分かるんですけどお前が言うのは違うやろ。でしかもね、これね、俺ほんまにあれ見て思ったのが、多分誰か他にも候補出てるんですよ、多分名前が。で対戦相手が白川選手以外にも、うん、で選んだのはお前やろって、俺を。それやのに、それやのにね、それは受けるよな、デメリットないんだからみたいな言って、デメリットがない、こっち試合3週間前で、ね、3週間しか準備期間なくて、ね、で階級上の相手怪我するかもしれない、リスクはもちろんありますよ、ね、試合してただ単にも怪我したくないからすぐタップする、そんなわけいかんじゃないですか、雷神という大舞台で、ね、こっちだってこの骨の一本や日本ね、ゴルフ覚悟でやってるんですよ、出るんですよ、試合受けてる、引き受けてるんですよ、それはなんデメリットないな。こっちなんか2年間怪我で離脱してて、ね、怪我の苦しみとか分かってんのに、ね、怪我するかもしれない、この試合を引き受けて覚悟を決めてね、戦うんですよ、勝ちに行くんですよ、それは何だデメリットないな、ふざけんなよって、マジで。これはほんまに思いましたね、めちゃめちゃイラッときたし、俺本当に彼のことはリスペクトしてたし、八千選手普通に強いし、日本人でトップじゃないですか、ライドビューやったら。マジで嫌いやし、ほんまにしばきますつもりでいきますよ、本当に。マジでフルスイングのパンチぶっ込みますよ、はい、って感じです。ありがとうございます、はい、では、はい、続いてお願いします。すみません、日刊スポーツの千葉と申します。その決断をされたっていうのはもう2つ返事で OK っていう感じだったんですか。そうですね、もうすぐに、はい、返事させてもらいましたね。それはその理由っていうか、その理由とは、なんでこうすぐ決断できたのかみたいなところ。やっぱりこればっかりはもう僕もやっぱ後がないので、うん、ぶっちゃけなので、本当にこうこれからどうしようって思ってたんですけど、でディープの佐伯さんにも相談したりとか、うん、なんかいろいろその相談してた中でこのオファー、本当になんかすごいタイミングで、あ、もう受けなさいよって言ってるかのように来たんで、もちろんね、怪我するリスクとか、ね、もう負けたらこっちもそんな評価上がるみたいなないじゃないですか、負けた時点で。だけどそれ以上価値があると思って、もうこのリスクを負ってでも怪我する可能性もありますし、やけどもうここは勝負しに行かなあかんと思って、もうすぐ、はい、決断しました。なるほど。前のファイトクラブではケルベロス選手とのこう絶戦が話題になりましたけど、今回八千選手とこうムカついてるという話ですけど、ケルベロス選手とどっちがこうイラッと。断然八千っすね完全に八千っすね、ほんまに。コンフェッションを見てほんまにマジで俺嫌いになりましたね。あれふざけんなよと思って、まあ、どんだけ自信あるか知らんけど、そっちが言うのはいやいや、もうなんか、ね、そんだけ自信あるやったら、ああ、もう、そうですね、まあ、向こうはなんか、まあ、負けると思って、ね、引き受けてくれて、本当、感謝ですよって、もうそれ、ずっと貫いてたらよかったですよ、YouTube のまんま。ね、それやのになんか、向こうにデメリットないから、引き受けるよね、とか、ほんま、ふざけんなよって、もちろん、こうって感じです。その力が出そうですね、リングの中では。ほんまにそうですね、なんか、変な感じです。すげえいいパフォーマンスができそうな気がします。はい。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。その他、はい、ではお願いします。はい、Eファイトの安藤と申します。よろしくお願いします。今回の試合で、まあ、八千選手と戦うっていうのももちろんあるんですけど、白川選手がこのライト級、一つ上の階級で戦うっていうのも一つ注目のポイントだと思うんですけど、今回そもそもそういうライト級に対するイメージっていうのはもともとあったんですか。いや、全くもう自分が参戦するなんか全くイメージしなかったですね、うん、本当にもう普段も72、3とかしかないんで、うん、だから、ライト級だもん。まあ、試合はもちろん見ますけど、はい、全然視野に入れてなかったですね。じゃあこの短い期間の間でそれに対するその、まあ、一階級上 の, 相手とこう戦うっていう、こう、まあ、イメージだったり準備ってどのようにこうされたんですか。まあ、正直言ったらこれまあ3週間なんで準備期間って本当に短いんで、限られたことしか
まあ、やってないですけど、それでもその中で限られた中でもあのベストは尽くせたかなとは思ってます、この最初から。あと、あの、まあ、今回その八千選手と戦うという意味で言うと、もともと最近の八千選手の戦いはそうだと思うんですけど、やっぱり、まあ、組んできて、でそれで、まあ、グラウンドの展開を持っていってトップゲームでこうコントロールしていくっていうのがなんとなくこうシナリオとしてこう想定できそうですけど、それに対していかがですか、どういうふうに考えていらっしゃいますか。そうですね、まあ、そこの組み力とか、まあ、ほんまにもうめっちゃ強いやろなとか、あと八千君って4つがすごい得意なんで、4つで組まれたらだいぶ厳しい展開になるし、バックとかも疲れてて、あの前の試合でもそうでしたけど、まあ、しんどい展開になると思うんで、もうそれをさせないように、まあ、そこら辺は徹底的に打ち込んでやってきたって感じですね。何かそういったところでのこう戦術的にやるとか、そこまでもイメージされてるんですか、それとも、こうもう肌で要は組んでみてからイメージしながら動くって感じですか。でもその、まあ、もちろん一階級上の強い人と組んでるんで、その人ぐらい強いやろなっていうイメージで、あの、まあ、やってるんで練習とか。なので、まあ、多分、まあ、もちろんびっくりすることはあるでしょうけど、でもなんか想像を超えてこないかなとは思ってます、はい、日頃、それですと慶太郎選手とかと やられてお父さんとか、はい、なるほど、はい、お父さんが本当にバケモンなんで本当に。じゃあ、あの、本当言える範囲でお願いしたいんですけど、その中でご自身が思うその勝負どころっていうのはどこだと思いますか。やっぱり、そうか、言える範囲ですもんね。あの、バカ正直やから全部言おうとしちゃうんですよ。はい、すいません。そうですね。まあ、僕のテイクダウンディフェンスもそうですし、あの、その後の、まあ、あの打撃の、まあ、回転の速さだったりとか、見てもらいたいなと思ってますね。はい、威力も上がってるので、フィジカルも上がってて。わかりました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。その他ご質問ある方、はい、お待ちします。お待ちください。あの、ご自身と直接関係ないんですけど、おととい、カードが大量に変更になったじゃないですか。これを白川選手は、その自分が目立つチャンスと捉えたのか、それとも特に何も感じないか、あるいは何か他の感情が起きたのか、何か思うところがもしあったんだったら教えていただけますか。いや、本当にこれ大変やなって思ったことが一つ。佐賀大会やばいな。で、2つ目は先ほどもおっしゃったようにチャンスやな、はいはい、で3つ目はこれは自分が何とかしないといけないっていうなんか、はい、そういうのは思いましたね。だってもうその欠場のその報告が流れてから今日の公開練習とか決まったんで、あ、これで公開練習、これってあれですか、堀江君と僕だけですか、佐賀大会。あ、今回はそうなります、ね、はい、これ僕が1人でやるってことは相当佐賀大会ピンチなんやなと思ってそう、これはもう僕のできる精一杯を頑張らないとなっていう、はい、気持ちです。その結果がすいませんそこはそこは突っ込まないでください。ありがとうございます。その他ご質問ある方いらっしゃいますか。はい、すみません、追加で、リクト選手、あのアドバイザーやってらっしゃるブレイキングダウン機能あって、まあ、あの間近で試合ご覧になったかと思うんですけど、やっぱこう自分の戦う1週間前にそういう戦いを見ることで何か感じるものとか、何かこうあの印象残った選手とか、そういうのがあったら教えていただけますか。はいはいはい、あのやっぱり何でしょうね、彼らって別に技術もあるわけじゃなくて、めちゃめちゃ強い何かがあるとかじゃないんですけど、やっぱすごいんですよ、ハートが。もう殴られてもこの1分間に絶対かけるっていうなんかこの熱い思いとか、これはもう僕らプロファイターでも普通にあこの気持ち合わせれてたなとか、この最後まで絶対倒しに行くとか、ダウン取られたらすぐ殴りかかりに行くとか、取られてもなんか何でしょうね、そういうなんか熱いものっていうのはすごいありましたね。はい、でもちょっと自分のパワーに変えられそうですかね。そうですね、すごいなんかもう今グッと、はい、グッときてます、はい、ありがとうございます。その他ご質問追加である方いらっしゃいますか。よろしいでしょうか。それでは、今ライブ配信中のインスタからご質問お願いします。ありがとうございます。
ライト級は今回限りになるんでしょうか。はい、だと思います。いや本当に、はい、今回限りのマッチだと思います。ありがとうございます。セコンドにはどなたがつきますか。先ほどおった小口ちゃんと、うん、で僕のいつもこう体のコンディショニングとかしてくれる人と、あと宮田さん、ブレイブの宮田さんについてもらっています。ありがとうございます。公開計量の後何か食べるものは決まってますか。うなぎですね。ありがとうございます。リングネームのダークリクトっていう名前はもう使わないんでしょうか。これね、本当はこれ使いたいんですよ本当は。でも本当は使いたいんですよ。その生命判断のところダークって入れるとめちゃくちゃいいんですよ。大大吉みたいな、すごいですよ、ほんまにすごいですよ。もう全部大吉大吉大大吉大大吉みたいな。だけど今更また戻すのちょっと恥ずかしいという思いもあります。ありがとうございます。おぐちゃんさんの面白いエピソード教えてください。いや面白いエピソードですか。まあ難しいふりしてくるなこれ。そうですね、なんかね、おぐちゃんの立場の問題もあるんで、面白いエピソードを言うと本当にもうゲスや話ばっかりになっちゃうんでやめときます。ありがとうございます。ありがとうございます。追加のご質問とよろしいでしょうか。それでは、白川選手の公開練習終了となります。ありがとうございました。あ、こちらもぜひお願いします。すいません。もう一枚いきます。はい、ありがとうございます。